皆さん、こんにちは、ティーン、ではのみやくぼい、キングです。今日は海釣りの道具、いろいろ紹介します。海釣りの道具、まあ、振り出し竿、投げ竿、スピニングリール、あとは小物入れ、まあ、重りや寄り戻しなど、はい。ラジオベンチ、ハサミ、クーラーボックス、網、タモ網です、振り出し。小物入れ、餌入れ。あとは服装としては、ジャケット、帽子、バッグ、ティーバッグ、靴、靴底、餌、ベストがおすすめです。小物選びとしては、重りや、まあ、丸型、中道、中道し重り、太鼓型、円錐型、胴付き重り、小田原型、あとは夏目重り、フラクリ重り、ナス型重り、紙つぶし重り、ガンダム重り、流れ止め重り、小判型、船型重り、寄り戻しもまあいろいろありますけども、サルカンとかミツカンとかいろいろです。浮き、まあ、あとは糸、まあ、いろんな浮きもあります。ハリス、ミキ糸、まあ、結び方は確かに大変です。針はまあいろいろ選び方は難しいけどもね。餌はですね、青い染めとか砂利目とか冷凍のオキアミ、ゴカイとか、まあ釣り具店に行けばいいです。助手屋がおすすめ。あとは潮の満ち引きも知ればいいし、計画を立てれば、あとは着いた駅どこまで着けばいいか、乗り換えればいいか、計画を立てましょう。というわけで釣り道具の紹介でといろんな計画でした。バイバイ。